U23 アジアカップカタール2024の準決勝が29日に行われ、U から23日本代表は U23 イラク代表に2対0で勝利した。この結果、U から23日本代表はパリオリンピック2024、パリ五輪の出場権を獲得。1996年のアトランタ大会から8大会連続で五輪行きの切符をつかんだ。 今大会、グループ B に組み込まれた U23 から23日本代表は、6日に行われた第一節で U23 中国代表を1対0で破ると、19日に行われた第二節では U23UAE 代表を2対0で撃破したものの、22日には首位通過をかけた第三節 U23 韓国代表戦を0対1で落とした。この結果、 グループ B の戦いを2勝1敗で終えることとなり、2位で決勝トーナメントへ進出。25日に行われた開催国の U23 カタール代表との準々決勝では、前半途中に退場者を出した U23 カタール代表をなかなか攻略できずに延長戦までもつれ込んだが、延長前半に FW 細谷正宏、柏レイソルが勝ち越しゴールを決めると、延長後半には FW 内野幸太郎。 筑波大学がとどめを刺し、4-2で激闘を制した。迎えた準決勝、勝てばパリ五輪行きが決まる U23 イラク代表との一戦では、28分に MF 藤田ジョールチマ、シントトロイデン、ベルギーの浮き玉パスで抜け出した細谷が巧みなターンから右足で先制弾を沈める。前半終盤の42分には、左サイドで DF 大畑歩夢、浦和レッズが粘りを見せ、 ボックス手前で前を向いた藤田がダイレクトでつなぐと、最後は MF 荒木亮太郎、FC 東京が追加点をゲット。後半に入るという23位楽代表の攻撃に苦しむ時間帯もあったが、武器・コクボレオ・ブライアン、ベンフィカ・ポルトガルを中心に無失点でしのぎきり、2対0でタイムアップ。この結果、パリ五輪出場権をつかみ取るとともに 優勝を果たした2016年大会以来となる決勝進出を決めた。前期の通り、これで言うから23日本代表はパリ五輪への出場が確定。細かく記すと、パリ五輪のアジア枠は3.5となっているが、五輪出場権をかけた同大会において、 決勝へ進むことが決まった U23 から23日本代表と U23 ウズベキスタン代表はアジア予選の1位、2位チームとなることが決まった。準決勝で涙を飲んだ U23 イラク代表、U23 インドネシア代表は、現地時間で5月2日に控えた3位決定戦を勝利すれば、アジア予選の3位チームとしてパリゴリンへストレートインすることができる。3位決定戦で敗れたチームは、 アフリカ予選の4位チーム、U23 ギニア代表とのプレーオフに回ることとなる。なお、すでにパリ五輪本大会の組み合わせ抽選会は実施されており、決勝の結果によって、U から23日本代表がパリ五輪本大会でどのグループに入るのかが決定する。優勝を果たした場合、南米予選を1位で終えた U23 パラグアイ代表、アフリカ予選を3位で終えた U23 マリ代表、 ヨーロッパ予選を3位タイで終えた U23 イスラエル代表と同居するグループ D に入る。一方で準優勝となった場合はヨーロッパ予選を1位で終えた U23 スペイン代表 2023U21 欧州選手権では準優勝だったが優勝したイングランドは五輪出場権を有していないため1位扱い。 アフリカ予選を2位で終えた U23 エジプト代表、北10枚予選を2位で終えた U23 ドミニカ共和国代表と同組のグループ C に組み込まれる。